花尾義郎の音楽魂。はい、皆様こんにちは、金尾義郎でございます。一週間ご無沙汰いたしました。金尾義郎の音楽魂というね、ことで、まずは松下俊美さん、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。今日はちょっと雨だね。ね、雨降ってましたね。まあでももうすぐ止みそうな感じなんですけどもですね、はい、今日は素晴らしいゲストを早速ご紹介しましょう。石川ジェームス洋次さんです。イエイ、こんにちは。こんにちは。どうもどうもどうも。今映像撮ってますからね。テレビ目線になってますけども、この間ウォッカのね、サポートされてる、うん、はい、横浜でお会いしましたよね。はい、それ以来、あそこですね。ね、セブンさんね。いかがですか。まあジェームスさんといえば、ストリートスライダーズっていうね、ことで。あれは1980年ぐらいですかね。83年に。あ、3年。はい。あ、そうか。それで、CBS。エピックソニー。あ、エピックでしたっけ。そうか、そうか。あ、そうですね。はい。そうだ。僕が81年だからすぐ会って、うん、その後にモッツじゃなかったですか。そうですね。モッツの方が先ですね、僕らね。あ、そうそう。はい、モッツ、それとスライダーズになったんね、はい。あ、そうですかね。同時期の、ディレクターとかいるんじゃないですかね。ねえ。いろいろね、いますね、きっと ね、思い出深いというかね、ジェームスさんも今回早速ですけどもですね、はい、この道草というねアルバムが出ましたけども、はい、これはあれですか、まあコロナ禍の中で作られたっていうことで、うん、まあちょっとこう暇なんでね、曲でも作ろうかななんて思って、そしたら意外となんかこうね、長引いちゃったんで、うんうん、今でもまあね、あ、その時期がね、コロナの時期が、はいはい、結構だから曲いっぱいできたというか、余裕があって、僕は前、うん、聞かせていただいたのは、ライフっていう、あ、ファーストアルバムですね、もう5年前ですね、だから、あ、そうなりますかね、あれがね結構衝撃的で、あれがねもう最初で最後のつもりで作ったんで。それでまたなんかできちゃった3枚目ですがね、今回ね聞かせていただきましたけども、これも何て言いましょうか、その今までの集大成っていうね言うべき、はい、なんかいろんなこうもともとあるその R&B だったりとか、うん、ロックンロールはもちろんですけども、うん、そういうなんていうかな、いろんなカラーがありますよねこれね、うん、もう僕らは普通になんかフォークとか、うん、普通に歌謡曲とか、うん、オールディーズとか、うんうん、そういうのも聞いてきたんで、うん、そういうのがなんかまあ染み込んでたっていうかね、そういうのをストレートに表現したっていうだけなんで、なるほどね、うん、ロックンロールだけじゃないというかね、うん、そこら辺がね割と昭和じゃないですか。そうですね、昭和っぽい感じをね狙って、そのねこのジャケットの公園、ね、これ井の頭公園でしょ全編井の頭公園ですねね、地元の人はどこかってね。ねえ、これはね素敵なアルバムに仕上がりましたね。うん、俺たちの旅的なジャケットですね。中身は確かにね。中身は派手ですよ。なるほど、ね。最初だからそういう昭和なね、うん、僕が持ってる子供の頃から聞いてきたものをちょっと表現しようかなと思って、うん、タイトルもあえて漢字にしてね。うん、道草っていう。道草。うん、そしたらだんだん曲作ってレコーディングしていくうちに、まあ、うん、派手な感じになったというか、うん、どん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 欲が出てきて、なんかねこのサウンドっていうか、そのトリオのね、うん、基本的にトリオのサウンドのアレンジがすごくいいよね、うんうん、もちろんオルガンもね、うん、入ってくるんだけども、なんかこうアレンジとかっていうのは、うん、ね、うん、ギターのジミっていうのが僕より3つ下なのかな、だからほぼ同世代なんで、うんうん、僕がこう思い描いたアレンジとかリクエストしたこうフレーズとかそれ以上のものをね、うん、もう持ってくるんですよ。やっぱね昭和の感じを分かってるから、そういう古いフレーズを弾いたからじゃなくて、うん、やっぱそういう空気感を、当時の時代の空気感をやっぱ知ってると知ってないとだと、やっぱこういうフレーズ弾いてってもあの感じは出ないんですよ。出ないね、うん、だからこれがね、だから
3人なの、すごくね、うん、そのなんていうかそのアレンジ、うん、がもうすごくいい、絶妙にいいですよね。うん、素晴らしい。この中からね、早速今日、一曲、まずは一曲聴いてみましょう。Shake It Off。ということで Shake It Off、 ありがとうございます。石川洋次さんのね Shake It Off いかがでしたでしょうか。ご機嫌のナンバーじゃないですか。ノリノリで、ね、ノリノリですよね。ノリノリじゃないですか。ノリノリの派手派手で、歌もねまたあの力抜けてていい感じになりましたね。ちょっと歌はねちょっと、いやいやいや本当もうねどうしたもんかなってね。いやすごくいい声してます、うん、なんかねか、うんうん、なかなかなんていうかなこうあったかいっていうかね。そう、うん、だいたい僕とか辻とかの声ってもう、うん、辻やかましいばかりでね。憧れますよそういう声はもういやいやでももうそういう声は持って生まれたもんですからね。僕はもうこれが持って生まれたもんなんで、超えていくしかないかなと思って、うん、でも、結構バンドでライブとかやられてるから、うん、あの、うん、前も僕あの
のガーデンでしたっけ、あの時還暦の時でしたっけ、そうそうそう、なんかね、もうでも、もう全然あの普通にね、うん、歌われてるからすごいなと思って、まあ、少しはマシになったかなと。いやいや、もう本当に素晴らしいですね、うん、最初だって初めてバンドでライブやった時ね、うん、フルで1時間半ぐらいやったのかな、もう1週間ぐらい体調戻んなくて、いや本当に疲れちゃって歌ってこんな大変なんだと思って、あ、うん、でもベース弾きながらっていうのはなかなかね、うん、もっと大変なことだと思います、うん、まあ、スティングとかね、うん、それ、うん、いるけど、うん、大変だと思うよね、体力ね、うん、ということでですね、はい、今回の道草というアルバムの中から今日はね、あのできるだけ曲をねご紹介しましょう。ね、あのもう一曲ね、この中から、トラック4になりましょうか、もやもや気分でっていう曲なんですけども、はい、これはなんかいろいろありますか。まあ、コロナ禍の中で、うん、去年の5月ぐらいに作ったのかな、うん、やっぱ毎日毎日こうニュースとかで、うんうんうん、あんまり数字がさ、うん、今日の陽性者とかさ、いろんなニュースがこうね、うん、錯綜するじゃないですか、その中でなんかこう、はいはい、モヤモヤした感じっていうのかな、うんうん、なるほどね、うん、これもちょっとなんていうかな、あのベースティックな部分は、まあ、R&B のちょっと感じもしますよ ね、うん、すね、ちょっとモータウンとかニューソウル的な、うん、そうですね、お茶は全然違いますが、あ、はい、これちょっと聞いてみましょう、モヤモヤ気分で。聞いていただいてますけど、モヤモヤ気分でいかがですか、はい、なんか幸せな気分になれますよね。まあそうなんですね、モヤモヤした中でも日常のこう平凡な日々をね思い出したりとかして、うん、なるほどね、うん、癒される時があったかな、うんうん、こういうのはやっぱりその懐の深さと言いましょうかね、うん、引き出しの多さ、引き出しの多さね、うん、やっぱいろんな音楽を聴いてるからこうね、まあ、だからね、今までは結構こだわってた部分が、うん、まあロックンロール、ね、うん、そうじゃなくて、うん、もういいかなと思って広げちゃって、ね、いろんな、うんうん、いろんな引き出しというか、素敵ですよね、うん、これあのなんていうかあのやっぱり一応ストリートスライダーズっていうイメージが、うん、あの、うん、皆さんねあると思いますけど、未だにあるんですかね、やっぱね、うん、きっとやっぱそのイメージが、だってあなたはそう、今今日だから幸せそうな顔してるから、三角したら人が避けるよ。ああ、そうですかね。そんなことない。大丈夫ですか、メガネだから。大丈夫ですか、ね、いやいや、だからあの、うん、ルックスとだからこういうの優しいギャップがすごくいいんじゃないですか。いや、ただやっぱりそういうファンの方はまあ。例えばその 前から話に出しますけども、まあ、キャロルの内海さんとかね、うん、何度も来ていただいてるんですけど、うん、そういうキャロルのイメージがあるじゃないですか、うん、まあ、例えばダウンタウンの新井さんにしても、うん、そういうイメージがあるけども、
本人が本来持ってるこう色っていうのはもっとこう幅があるものでですよ ね, でしょうね。そういうところをね、そのご紹介したいっていうのがね、やっぱこの番組続けてる僕、まあ信念として僕もあるんですよね。いや、なんかでもそのお二人、僕もやっぱすごく参考にしてますよ、活動を。なんかね、あの趣味さんとかね、はいはいはい、あのなんかやっぱりこういいよ、ね、もっと違うイメージがあるじゃないですか、うんうん、あのキャロルの前世時代とはね、でもちゃんと音楽的なバックグラウンドはしっかりしてるんですかね。もちろんそうですね、うん、だからもっと深いっていうかね、そういう部分はやっぱりね、この道草にも感じますけどもですね、できるだけね、ちょっとねざっといろいろ聞いていきたいと思いますが、この道草の中からもう一曲ね、これは、トラック6、これがまたリズミックで、うん、こういうのも好きというね、ね、ニューオーリンズ的な、ニューオーリンズっぽい感じになってますけども、Sit Back and Push、うん、お願いします。Sit back and push、石川洋次さんのですね、はい、道草からお届けしておりますけども、うん、ご機嫌なナンバーですね、これもね。そうですね、ね、明るい感じで、いやいや、うん、なんていうかな、もうこう リズムのね、うん、ノリもそうだしね、素晴らしいじゃないですかね。
楽しくなりますよねこれね、うんうん、まあ今回しかしやっぱもっと深い、うん、また一つ深い感じの仕上がりになりましたね、うん、まあ深いっていうかねそう、うん、まあとにかく時間はたっぷりあったから、うん、かなりねレコーディングとかあと編集ミックスとかマスタリングはもう何回もやり直しましたね、うん、もうだから、まあ、100% ではないんですけどかなり妥協、うん、もう妥協したくなかったから、うんうん、かなり突き詰めましたね、うんうん、なるほどね贅沢になるほどね、時間だけはあったんで、これはあれですかお求めっていうかお求めはね、うん、僕のサイトかあとディスクユニオンで店頭で販売しています。あディスクユニオン、うん、はいはいはい、うん、ということでね、まあ、この間なんか言ってたみたいな、あそうです、プロモーション置いてもそう置いてもらってんで挨拶に、あおとといかな、うんうん、ディスクユニオン ね、うんうん、昔ね2年前にねジェームスフェアっていうのをやらせてもらったんですよ。そういうのあるの？あのねディスクユニオンがこう改装してリニューアルしてイベントスペースみたいのを作ったからね、そこで何かやりませんかって言われて、うん、ちょうどストーンズ店みたいにやったじゃないですか、はい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 、そんなんでジェームス店みたいのをやって昔からの衣装とか昔の資料とか、うん、僕のグッズとかワンコーナーにずっと全部こう展示して、そうなんですか、トークライブやったりとか2週間ぐらいやったかな、うん、そうやってなんかすごくね、うん、力入れてくれてるからありがたいなと思って、あそれ素晴らしいですよ ね、うん、ねじゃあグッズも可愛いんですよね、うん、前私ハンカチ、なんか犬のね、うん、あれ似てるよねですかねそっくりじゃん今は持ってきてないけどねお化けみたいなのが、これお化け、ね、これは、まあ、これ初代ジェームス、ね、初代第2弾が犬の、犬なのジェームス犬っていうのがあって、あジェームス犬がいるんだメガネかけた犬なんだけどそうだそうでしたあれ似てんだよね、かわいいね、うん、じゃあお便りちょっとご紹介します、いきますかね、はいはい、加納さんジェームスさんこんにちは、はい、こんにちは、ジェームスのニューアルバム道草最高、うん、曲と歌詞、うん、声と演奏がマッチしていて頭の中に残ります、うん、メロディーメーカーアプリを見せつけられた次第ですが、なるほど、ジェームスが曲を作るのはどんな時ですか、うん、ベースを弾いて作ったりしますか、うん、生歌トーク楽しみ、翔子より、翔子さんありがとうございます、ありがとうございます、うん、ベースを弾きながら作る、いやいろいろですよね、ベースのフレーズからとかギターとかあと普通にメロディーとか、うん、あと今回は歌詞が多かったですかね、歌詞のワンフレーズとか、うんうん、そこから曲をインスピレーションされて、うん、だから割とこういうニューオリンズのやつとか、まあ、ロックンロールもありますし、うん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 、あと僕が割と好きなのはね昭和歌謡みたいなところが結構好きなのよ、うんうんね、前回の、ね、アルバム歌がうまかったらね、いやいやっていうか、ね、すごくいい声、私は声がねやっぱ独特、声って独特なもんだから、うんうんうん、その人の個性だから素晴らしいんだよね、うん、優しさが出てる、そう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 、だからでサウンドがガチッとしてるじゃない、うん、そこがねいいのと、その例えば R&B のね昔の例えば歌謡曲の人たちっていうの、グループサウンドもそうだけども、うん、やっぱものすごい苦労してヒット曲を作ったと思うんですよね、作家の方が、ね、特にね、だから小田彦さんのあの鐘を鳴らすのは、ね、あなたとか、小田急子さんのまた会う日までとかね、ああいうのはやっぱもろ R&B にしないで、ちゃんとヒットするように作られてるんだよね。いやだからね、昔からね本物すぎちゃうらダメみたい、日本は。なるほどね、それはね、うん、ちょっとやっぱりこう日本人らしさとか、うんうん、本物っぽいのはダメみたいね、売れないみたいな、うんうん、なるほどね、いわゆるプロ受けするやつとかいうね、微妙なんでしょう ね、うん、ただやっぱりそういうなんていうかな、うん、キャッチーなメロディーとか、うん、サビとかそういうフレーズを作るのはやっぱりさすがうまいですよね、ですかね、うん、だからなんだろう、やっぱロック色は強いんだけども、覚えやすいというかね、ですかね、うん、ね、そういう気が残る気がしますよね、うんうんうん、ということでね、今日ね、ご紹介、あ、もうお便りいいですか、お便りありますけど、どうしましょう、うん、お便りもう一ついきます、うん、もう一ついきましょう、これじゃあね、ミキさんのいただいてますから、うん、博多のね、博多のミキさん、皆、うんうん、さんこんにちは、はい、予想通り22ゼミと熊ゼミの合唱が始まり、まるでニューオーリンズジャズの
大勢が同時にソロを奏でている感覚のような迫力の博多です。ほうほうほう、博多、先週の金玉も相変わらずの暑さを忘れるリラックス時間を楽しめました、うん、ありがとうございます。そして今週のゲスト待ってました、うん、市川洋司さんですね、お帰りなさい、はい、この日を待ってました。いやいや、すみません、演奏者のクレジットにもあるんでいつも通りジェームスさんと呼ばせていただきます、うん、今回のアルバム道草、うん、むちゃくちゃ良いですね、うん、個人的には大好きなスタジオライブを聴いてるからかのような臨場感に加えて、うん、歌声が全面的に前にドーンと出てくる音が素晴らしいです、うん、その上にジェームスさんの繊細な感性がわかる歌詞も本当に大好きです、うん、去年のツアーで少しお手伝いをさせていただきました、うん、お手伝い、うん、昔の自分に見せてあげたいと思うような夢のような経験でした、うん、それにジェームスさんの優しさ、うん、ジミーさんに、ヤモリさん含めて皆さんが素晴らしい人格者で本当に素敵な時間を過ごさせていただきました、うん、あの佐賀の食堂での短縮地名盛り上がったことも楽しい思い出です、うんうん、次のツアーが本当に楽しみです、うんうん、今日はいつも通りスタジオの雰囲気の中でリラックスして楽しんでください、うん、リクエストは今回はございません、うん、とにかく好きな歌を、好きなように提供していただければそれが楽しみです。カナオさんには明日のライブも楽しんで、うん、ああもう忘れてたよ、明日ライブです、大変な状況を吹き飛ばしてください。緊急事態にライブしちゃダメでしょ、ね、ダメなのかな、えやってももうしょうがないね、今日の明日ですからやるしかないです、明日やらせていただきますよ ね、うん、あのマイタービーム、アビーム ね皆さん、たけしとなんか誘いづらいですけども、うんうんまあ、来てくださいって、元気な人は、うん、そうですね、元気な人は来てください、うん、そうですね、おいらも明後日は地元のライブハウスの周年イベントの MC 頑張ります、うん、頑張ってください、うん、生まれて初めての体験である膝の故障にうろたえてますけど、うんうんうん、まあなんとかしてみます、うんうん、頑張ってくださいね、はい、ありがとうございます。ミキさんはね、あの道草あのお取り寄せで、ね、あそうです、なんかフェイスブックに今日届きましたって上がってましたね、うんうん、詳しく聞いてみたいですよ、うん、楽しんで去年ねお手伝いしてもらったんですよ、うん、あ九州ツアーを、うんうん、車を運転したりとか、うんね、いろいろ案内してくれたりとかして、うん、今年も11月かな、うん、あ行かれるんですか、んで、はい、今年は4カ所九州をね、うん、なんかねそういう人がね、うん、全国にねチラチラっといるんですよね、そう助かりますね、なんかファンというか支援者的なよっぽど僕は頼りないのか分かんないけど、いやいやいや、あ本当にそれ全国にいるんですよ、 あなたの、うん、あ素晴らしいですね、まあ、僕のっていうのはスライダーズファンですね結局ね、素晴らしいですよね、うんうん、でミキさんはねなんかその買って出てくれるんでね、うん、本当あの皆さんね、うん、行かれるとまあね、うん、あのいろいろ応援してくれるしね、そうですね、うん、ありがたいですよね、え、まあ、ちょっとやかましいけどずっとねしゃーしーお前って俺言うんだけど、いやいやいやでもねあれずっと喋ってるからね、喋、うん、るのが楽しいんでしょ、でもねやっぱいろいろ喋りたい、ね、だろう ね、なんか分かち合いたいんでしょ、こうそういう、そう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 、音楽とか旅の楽しさをね、うん、ここの何がうまいとかさ、うんね、そうそうそう、教えてあげたくなるんですよ、ついついね、うん、この後バサシご一緒になりましたもん、あらいいじゃないですか食べさせたくてしょうがないんじゃないですか、ね、そういう人ありがたいよね、うん、本当に、ね、ということでね、うん、ありがとうございます、今後ともよろしくお願いいたします、はい、ということで、はい、今日はねジェームスさん生歌ということで、はい、今日は生歌は結構歌ってるんですか、ギターで、ね、ギターで弾き語りはやるの、弾き語りはね、ギターの弾き語りはまだ今日でね7回目かな数える、今年になってまあ2回目みたいな、あらら、あこれもね、もう楽しみじゃないですか、これ。あのいや、なんでこんななっちゃったのかな。いやいや、人生どうなっちゃうのか分かんない。いや、まさかこんなギター弾いて歌うなんてね。いや、楽しいじゃないですか。60過ぎて、ね、思ってないですよ。歌を歌うこと自体ですよね。55で始めたから。人生って分かんないですね。ねえ、うん、でも、まあ、あの、今回のアルバムの曲じゃないですけどもね、うん、ね今日は、ね、あの、前の曲も何か。やっていただきたいと思います。なんていうの、Feel All Right っていう曲でね、以前バリ島が好きで行ってて、はいはい、その時の気持ちを歌った歌なんで、またねいつか、はい、ね海外旅行とかできるような、ね、世の中になるといいなと思います、ね、なるほど、ね、そんな気持ちを込めてやりたいと思います、はい、いいですか、はい、
ふけてたどり着く。長いこと歩き立ち止まり行き着く。月が照らすカーニバル、歌に酔って浮かれ出す。時間を忘れて夢心地、不思議なリズムに誘われた。Everything feel like everything feel like 昔見た夢の続きいつか叶えるために Everything feel like everything feel like 何もためらうことなどないさ歌い続けるEverything feel like everything feel like 星が夜空埋め尽くし、数えきれない宝石は、めまいがするほどまばゆくて、戸惑い迷って立ち尽くす。 Everything feel like everything feelため息ついても Everything feel like Everything feel like 何も変わることなんかないさ歩き出そう。 Everything feel like Everythingことある、ね、コート2つしか出てこな いや余計なこと言わなくていや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 これはタイトルはエブリフィールオールライト、あまあ何でもいいんですけど、はい、フィールオールライト、オールライト、オールライト、オールオールライト、オールライト、オールライト、フィールオールライト、オールライトということでね、石川ジャイムス良治さんですけども、いやもう一曲からそうかまあ大丈夫ですまだ終わった気がしちゃったけど終わった気がしたもう一曲やるんですね。どうします、続けていきますか、どうするもいいよ、いやもうおかしいちょっと休みますか、うん、割とね生歌は続けた方がいいかもしれないですけども、はい、結構あのそのアコースティックギターはいいじゃないですか、モーリス、これ去年買ったんですよ、わざわざこの僕が弾いた、あ今日のために、去年の3月のバースデーライブのためにで、まあいろんな気が成り行きで、うん、僕のバースデーライブの本編の前に、はいはい、オープニングアクトとして誰かに頼もうかなと思ったんですけど、うん、いや自分でやろうかなと思って、あその時に弾き語り言われたんです、その時にフォークシンガー市川洋次が誕生した、うん、と思って、うん、そしたらねその3月にライブがあって、その後に吉祥寺フォークジャンボリーズのが始まったんですよ、へえ、あの
吉祥寺、地元ね。そう、吉祥寺の武蔵野公会堂でね、はい、フォークジャンボリーっていうのが始まったんで、うん、それと同時にフォークシンガー市川雄二が始まったんですけど、うん、まあ中止になっちゃったんですけどね。あ、うん、なるほどね、今回のね、うん、ことでね、うん、その時にあの 買ったんですよ、わざわざ。へー、モーリスは懐かしいですよね。モーリスもプロだみたいなね。モーリス、俺たちの頃はもうね、山中モーリスからね、アリスが CM やっててね。うん、というわけでね、そう、あの、もともと高校生の時にこれと同じようなタイプのギター持ってて、うん、まあ、まだあるんですけどね、うちに、まあ、だいぶもうボロくなっちゃったんで新しいのを買おうと思ったんだけど、うん、まあ僕ごときちっちゃいなんですけど、まあ、うん、マーチンとかギブソンとかじゃなくてやっぱモーリスかなと思って。いや僕も持ってないのよ、うん、それも古いやつ75年6年とかの持ってる。だってこれビデオ撮ってるキキさんなんかギブソンだからね。俺あくまで僕はベーシストであるから、ね、そんななんかおこがましいっていうか、たまにベーシストでもタとかギターがむちゃくちゃ上手い人いますよね。はい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 、もう、ね、なんでベース弾いてんだみたいな、うん、いやでもね、僕らね、そんなに僕はそれダメだと思うんだけど、もうちょっとちゃんとねしないと、僕なんかも、いやいや、まあ、持ったことないですよ僕もね。でもね、コージ王子くんとか会うと、あのヤマハの1万7000のギターも未だに使ってる、ね、これだから相性ですよね。ね、うん、あのこれ探すのにいろんな10本ぐらい探したんだけど、うん、いつもお世話になってるギター工房のね、ギター、僕のベース作ってくれた人がいるんですけど、うんうん、その人と一緒に回って、うん、結局これが一番いいなって。なるほどね。あ、それはネックの状態もフレットの状態もボディの鳴りも全てこのまんまで。なるほど、ね、うん、でまあピックアップをだから、はいはい、その工房でつけてもらって、ピックアップ代の方が高かったという。俺いいな、うんうん、いやもうだから僕にはこれぐらいでちょうどいいのかなと思って、うん、いやいや、うん、あの今日はねもう一曲なんかね、はい、用意して、そうさっきもねかけてもらったもやもや気分って曲あるんですけど、はいはい、なんか次やる曲は、うん、サンキューっていう曲なんですけど、はいはい、わりかしロックな感じじゃないんですよ、うん、なんかそういう曲の方がねなんかすごくみんないいねって言ってくれるんですよね、身内とかバンドの音楽仲間とか、うん、あ、だからその普段のイメージとまた違うね、うん、で本当の僕を大体みんな知ってる人はみんな、うんうんうん、そっちがいいねって言ってくれるんです、うんうんうん、そのいわゆるスライダーズのジェイマスっていうんじゃなくて、うんうんうん、なるほどね、そういうね、うん、今日は歌を、じゃあサンキューという曲を聴いてください。はい、出来事でも見落とさずに拾い集める、どんな小さな喜びでも満足する、これだけでいい、嫌なことでも言う「忘れよう」「狭い世界では何も見えないはずさ」「ありがとう小さな花が」「ありがとうきれいに」「待っている
クロありがとう小さな花がありがとう綺麗に咲いた石川ジェームス洋次さんの、生歌を今日はね、あのお送りしました。ほっとしました。いやいやでもねなんかいいよね、うん、あのあれじゃないですかもう全然一人で弾き語りできるんじゃないですか。でもね、うん、限られちゃうんですよねコードがあの難しいことできないからあのアルバムに入っている曲はベース弾きながらだからできるんですけど、うん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 、できる曲とあフォークギターでできる曲とできない曲があるんですよ ね, なるほどね。いやあのねあのすごく素敵でしたけども、うん、ねこの、道草のアルバムの中からまたね、1曲、うん、ご紹介しましょう。ねできるだけ今日はねガンガンご紹介 したいと思いますが、これが安らぎの街っていうね、トラック8になりましょうか、はいはいうんこれ、安らぎの町吉祥寺というね吉祥寺にやっぱ ご縁がねそうですねで結構吉祥寺の歌いっぱい作ってるんですか。勝手にキャンペーンソング勝手に吉祥寺キャンペーンソングっていうのを作ってこれがもう第3弾なんです、ね、第3弾これはねちょっとねこれあのフルではないかもしれないけど、うん、どういう感じかねあの僕もこう大好きな曲で聴いてみましょう、安らぎの町吉祥寺昔の記憶をたどってみた狭い道を警笛鳴らしボンネットバスが走り抜ける小さな店がひしめく土屋街いつまでしぶとく生き残るのか
でね、はい、安らぎの街吉祥寺、これはねちょっとリストに入ってなかったんですけど、僕はちょっと個人的に気に入ったのでね、ありがとうございます、ちょっと、聞かせていただきましたけど、いかがでしょうかね、いいじゃないですか、いいですかね、ほっとしますね、なんかね、勝手に吉祥寺キャンペーンソング、うんうん、これはね、うん、吉祥寺売り込んだ方がいいですよ、うん、ね、吉祥寺在住62年ですから ね生まれて育って、そうです、ああふるさとですもんね、なるほどね、ふるさとソングですよ、ね、うん、これ素晴らしい、楽しい曲です ね、懐かしい感じでね、今の僕を振り返ってみて、今は今の僕はどうっていうね、そう、最後に街は変わってしまったけどね、うん、世の中も変わったけど、俺は変わってないのかなっていう、どうなんだろうな、変わったようで変わってないような、うん、でも基本的なねところはどうなのかなって、うん、なるほどね、ということでですね、今日は市川ジェームス洋治さん、はい、おいでいただいてますけども、はい、お便り最後にちょっとご紹介します、はいはいはい、こんにちは、朝7時から熱中症アラートの流れてくるほど毎日暑いです、うん、先週の金玉リクエストたくさん演奏していただいてありがとうございます、 ありがとうございます、金玉ね、はい、最近野菜の、うん、野菜作りを楽しんでいます、これはね、ね、いいですね、うん、野菜を育てることも子供を育てることも、うん、音楽を作って育てることもみんな共通点があるような気がします、うん、音を作る過程も種を、心を込めて作り、それが独り立ちして大きくなって広がっていくし、うん、つながっていきますよね、うん、そう考えると、いろんなことが楽しく思えてきます、うん、リクエストは、うん、風の中で立て、リバーサイドマイホームタウンお願いします、これはコロナ感染の減りそうにありませんが、散歩で免疫力を高めて、うん、明るい気持ちで笑顔で乗り越えていきましょう、笑顔さんから、うん、うん、あ、笑顔さんね、ありがとうございます。先週ね、金玉の時にリクエストね、今までできなかったゲストの方いらっしゃる時はね、はい、できないんで、金玉やらせていただきました、うん、今回ねゲスト多くて、うん、もう金玉ほとんどないのよ、あ、そうなんですね、1月ぐらい、ありがたいことですね、うん、ありがたいことですね、で金玉ほとんどありません、意外とこの時期みんなさニューアルバム作ったりとかさ、あ、そうなんです、多いんじゃないですか、結構多いんですよね、結構多いの、うん、皆さん多い、多い多い、それで、ね、まあ、時間がいっぱいねできたから、そうそうそう、暇だからライブできないから、そうそうそう、音を作ってるとね、ということで、ね、僕はあんまり歌う機会がないので、はい、皆さんライブでお会いしましょう、そう明日ね、明日アビームでお待ちしてます、いろいろ僕ライブね、まあ、そんな本数多くないけどもね、毎週1回ぐらいはやりますんで、うん、どっかでお会いできればね、うん、いいかと思います、うん、やっぱりね、まあ、免疫力を高めてね、はい、笑って、はい、歌ってね、うん、感染予防もねバッチリしましてです ねやっていきたいと思いますけどもですね、はい、ということで、ジェムスさんのね、曲、あ、俺ちょっと一曲、はい、二人で歌えますか、なんか歌いましょう、ね、これやりますか、それもう用意されてる、用意されてますか、え、これやりましょうって、それなんか今日こっちに、うん、ギターですけども、そう、一曲、これ時間がでもなくなるかもしれないな、歌ってたら、あれ、これなんか使います、壊れちゃった、つかないの、大丈夫、使います、僕の、ね、ちょっと借りていいですか、いいかな、だいたいいいかな、だいたいです、だいたいとか昔の人みたいいよね、だいたい、はい、いいですね、いきますか、じゃあ不良調理なんか揃ったところでですね、不良調理のすすめやってみますか、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、なー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 、生まれても蹴られてもたたかれた分だけ強くなれるのさ、嫌われても逃げられても俺はめげないぜ、振られた分だけ強くなれるのさ、眠れない夜なんて
てさ、あっち向いてこっち向いてあなたに首だけ、そんな気持ちまるで初めてさ。酔っ払って札を巻いて眠って朝が来るや、港のカモメが今日も笑った、なな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 なはい、ということで加納芳郎、不良中年のすすめ、ご紹介しました。ということでですね、今日はね市川ジェームス洋治さん、はい、お越しいただきました。今日はギターのね珍しく弾き語りという、いや前代未聞ですね、これはギターで僕がサポートをするっていうのは生まれて初めてですよ初めてのこと、いや楽しかった、ということでね、このね、はい、アルバム道草というアルバムの中の、はい、11曲目になりましょうか。最後にですね、トリコっていう ね、これはねちょっとオーケストラアレンジも入ってます ね、 そうですね、もうオールディーズの風にこれまたね、いい感じのね、感じ、これをご紹介しながら今日はお借りしましょう、はい、トリコ。新しい規則的な日々で何も楽しいこと期待なんかしない一人部屋にこもりじっとしてたけど石川ジェームス洋治さん、トリコというね、はい、曲をね最後に、ね、ご紹介しましたけども、これやっぱり素晴らしいね感じの昭和のイメージがね、まあちょっとこれかけながらいろいろね、話してましたけども世界がまた広がりますよね。ですね、ちょっとオリジナル風で歌詞はね本当子供の頃に影響を受けた、心を奪われたものってみんなあると思うんですよ ね、 音楽とかわかんないけど、でそういう歌と歌詞の内容は、自分の心を虜にしたものに感謝しようという、ね、なんかそのワクワクした時のことって忘れがちじゃないですか。ときめく心っていうかね、そういうことがありますよね。2番はねまた最近ちょっとときめいたことがあったっていう歌詞なんですよ。じゃあね、ということでね、もう時間になってしまいました、はい、本日のゲスト石川ジェームス洋治さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。お相手ははい、松下としみ、金尾芳郎でございました。また来週お会いいたしましょう。 See you next time.
流れ